クリックするとドイツ語のアルファベットのプレゼントがもらえるよ。こんにちは、イングリッシュブートキャンプのユミです。英語の発音コーチというのをしております。よろしくお願いします。よろしくお願いします。 YouTube もされていますよね。そうですね、はい、YouTube のチャンネルもやってます。ユミズ・イングリッシュブートキャンプっていうので検索していただくと出てきます。ここによかったら検索してみてください。具体的にどのようなチャンネルでしょうか。ですね、英語の、学習のこうなんていうんですかね、ヒントとか、あと発音コーチをしているので、英語の発音をメインにいろいろこう日本人が苦手な英語の発音とかっていうのをこう紹介したりとかっていうのをしています。もし英語を勉強したいっていう方がいたら、ぜひユミ先生 の、 チャンネルもここに概要欄があるので、クリックしていただけると飛びますので、クリックしてみてください。お願いします。今日は、まず一番最初に英語はこうなんか教えようと思って思ったきっかけはありますでしょうか。英語を教えようと思ったきっかけ、ですね、すごく遡るんですけど、学生時代とかに家庭教師とかをしていて、でその時にも英語はちょっと教えたりとかしていて、で、自分が結構海外に行ったりとかすることが多かったので、そういうのでちょっと英語を教えてとか言われて教えたりとかっていうのが一番最初のきっかけですね。で今英語 の、 学校を運営して何年ぐらいになるんですか。2010年にイングリッシュブートキャンプを立ち上げたので、もう丸12年です、ね、すごいすごい、語学を好きになろうっていうか、その英語を日本人は小学校から勉強すると思うんだけど、永遠と勉強続ける秘密っていうか、なんかコツありますか。コツはね、あるといえばあるし、ないといえばないんですよ。やっぱり興味を持てるかどうかで、その私の場合はなんかこう英語を話してるそのテレビとかを見てて、その洋画劇場とかを見てて、で、映画を見てね、そういうのでいいなっていう、その海外に対する憧れとかそういうのがあったから、そこから入ってるので、何かそういう英語そのものっていうよりは、英語にまつわるもの、だから文化とか人とかそういうのが好きになると続きやすいと思います。でそれがないと結構頑張って努力しないとダメな感じに、目的が大事ですね。そうですね、だから何か目的を持ってそれのために努力するっていうのを作らないと続けるのは難しいかなと思います。語学に関しては多分何語でも、日本語でも多分そうだと思うんだけど、なんか日本が好きとか日本人と話したいとかそういうのがあると続くんですよ、別に努力と思わないから。でも別に日本にも興味ないし日本人と話したいとも思わないけど、でも日本語の資格を取らなくてはいけないとかってなってくると努力って感じになっちゃうね。そうですね、先ほど映画とあと海外旅行とおっしゃってたと思うんですけど、おすすめの映画ありますか。英語勉強したかったらこれやる気になりますとか。おすすめの映画というよりは、一番いいのは好きな俳優がいることなんですよ。あ、なるほど。人を好きになる、そう、やっぱり人なんですよ。結局言葉ってコミュニケーションなので、人が一番なんですよ。だから一番いいのは、なんか好きな俳優とかがいたら、その俳優が出てる映画は全部見たいと思うから、モチベーションになるんですけど、そういうのがないっていう人は、無理くり好きな俳優を作るか、あとは自分が興味持ってそうな分野の映画、例えばなんかコメディが好きとか、
なんかそういうのを選ぶといいと思いますね、うん、さっきもう一つあの海外旅行とおっしゃってたと思うんですけど、あのその旅行行ってその後モチベーション上がりました、その英語を勉強するモチベーション、あ、初めて一回めっちゃ上がります、うんうん、あのやっぱり実際に海外に行って、で実際にその英語圏に行ってそこで英語で喋った時に通じたとかっていうのが大きな成功体験になるんで、もっと頑張ろうっていう、うん、あと逆に通じなかったら、あ、悔しいなって思って、もっと頑張って次は通じるようになりたいって思うんで、やっぱり実際あの、うん、あの、まあ、目的ですね、うん、そう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 、っていうのは行ってみる、そうそうそう、うん、それはすごく大きいかなって思いますね、うん、今その発音あのコーチをされてて、あの発音もあの良くなったらなんかこう嬉しいみたいなエピソードありますか？やっぱり発音があのこう通じる発音になることで聞き返されなくなる、うん、あ、確かにそうですね、うんうん、あのやっぱり電話とかほっとくにそうですよね、そう、うん、そう、何でも聞き返されたりとかするとすごいへこんでくので、うん、あ、通じないわってなるんで、うん、でも発音が あれだと、例えば電話とかで長く喋るとバレるんだけど、最初の数十秒間とかはあのえってアメリカ人え日本人なのみたいな、アメリカ人だと思ったって言われるようになるのね、2、3分喋ってるともちろんバレるけど、最初の数十秒のところとかでは分かんなかったりして、そういうふうに言われるとやっぱりすごく嬉しいので、うん、あ、もっと頑張ろうという気になります。確かにそうですよね、うん、あの電話は特にあの相手の顔がこう見えないので難しくって、発音が良くなると、うん、確かに緊張感もなくなりますよね。そうなのだからそれは大きいかなっていう、うん、今あの YouTube の時にあの撮影してるところにあの猫ちゃんが時々登場してると思うんですけどペットと撮影するとあのトラブルっていうか、なんかあのトラブルじゃなくて視聴者さんが喜ぶエピソードだったんですけどペットの撮影の実際どうですか？猫はやっぱり気まぐれなので、あのうちの猫メインクーンっていう猫を飼っていて、うん、あのどっかでインスタートできるかな、あ、ここあのインスタ ありますので概要欄にクリックして、可愛い猫見たいと思ったら今からの猫の写真見てきてください。うちメインクーンっていう猫なんです、長毛の、ね、猫なんですけど、うん、あのカメラが嫌いなんですよ基本的に、だからカメラを向けると逃げちゃうんで、でなのでなかなかそのこうまいことを猫を一緒に撮影っていうのが難しい、で気まぐれなんでなんとなく後ろをピーって通ったりとかして、うん、でそうするとその見てくださってる方で猫が好きな人とかがああなんか猫もっと猫を映してとかって言って映したいのは山々なんだけれどもなかなか思うようにはいかないんで、でも無理やりこう抱っこして、あ、こんにちはとかやったりしてますけどね、うん、うん、私犬を飼ってあの彼はまだねこう餌を見せればあのこう頑張るんだけど、あ、そうそうそう、私もだからチューブでね釣ったりしてね、でチューブをこうするとわーってくるから、そこをうまいことこうやってカメラの方にこうチューブを持っていて映すとか、うん、そういうことやってます。そうですね、であの猫を釣るとやっぱり猫好きな人集まりますよね、うん、コメントもねやっぱあのレオっていう名前なんですけど、うん、レオくんもっと映してとか、うん、レオくんかわいいねとかっていうコメントがねあのついたりするんで、なので、うんうん、まあでもなかなかねペットと撮影するのはこうコツがいるっていうか、コツがいますね、練習もいますね、うん、ね、あのうん難しい。犬とか猫のね、YouTuber さんね、うん、いますけど、大変だろうなって思いますね。うん、あの、1本の動画を撮ると、実は裏で5本か6本ぐらい撮り直してます。多分カメラも家に数台仕掛けておいて、ずっと撮りっぱなしにして、その中でいいところを多分、ね、編集してると思うので、すっごい作業がすごい大変だと思う。ね、本当にね。それかうちはもう、うん、たまたま映ったらラッキーみたいな感じでやってます。うん、
で次は、そのさっき言ったあの YouTube チャンネルの話をしたいと思ってて、うん、YouTube はあの何年ぐらいやられてるんですか？ YouTube はね、あのちょうどだから独立してこのイングリッシュブートキャンプを、うんうん、あの設立した年だから2010年からやってます。あ、すごい。あの、うん、じゃあもともと最初からも集客の目的？いや、あの全然、もともとは、うん、最初はあの他の YouTube のチャンネルにの人と交流するのに自分のチャンネルも作る、うん、あのコメントとかするのに自分もね、うんうん、アカウントがないとできないんで、うん、で当時あのよくやり取りしてた人と、昔って YouTube が今 の, あのインスタみたいな感じで、うん、あのメッセージをくれたんですよ、うん、あの YouTube がまだ Google に買収される前だったんで、うんうん、YouTube のチャンネル の, その管理者同士のメッセージ機能とかっていうのがあって、うんうん、なのでそういうのでなんかこうやり取りとかできたんで、うん、それがまあ目的でアカウントを作ったんですか。全然そのイングリッシュブートキャンプとは関係なく、もともとは YouTube のチャンネルを作りましたね。なんかその英語を好きな人と交流をするために YouTube を始めたってことですね。そうですね、なんかそういうので、うん、あとまあ海外の、当時はあんまり日本人で YouTube やってる人いなかったんで、うん、まあ、海外の人とやり取りするっていうので、あの YouTube を始めたんですよ、うんうんうん、その昔の YouTube と今の YouTube は少しあの形変わったと思うんですけど、うん、その YouTube をやってて、その自分の、まあ、もちろんそのスキルもアップしたと思うし、 YouTube 自体も変わったと思うんですけど、それはなんかこう長くやってどう変わったんですか？いや、なんかもう最初はそんななんかあのみんなに見てもらうためにやってないので、うん、まあ自分の生徒さんとかに、うん、こう後で復習で見てもらうためにちょっと撮ったりとかしてたんで、うん、全然なんかその一般の人ももちろん見れますけど、うん、でもそんな、まあ、私のチャンネルなんか見ないだろうなと思ってたし、だから会員さんだけこうね、そうね復習のために、うん、そうです、そうです、なんか本当生徒さんが復習のために見るぐらいな感じで、2013年4年ぐらいまではそんな感じで撮ってたんですよ、うん、でだんだんなんか日本でも YouTube とか、うん、がまあ割と話題になってきて、でもうちょっとちゃんとしたのを撮った方がいいかなって思うようになって、まあ、まあちょっとマシな感じで撮るようになって、うん、で少しずつ少しずつこう、あ、画面暗いなとか、あ、そうですね、うん、そのライトとかそういうのも何も考えずに当時は撮ってたんで、でちょっとそういうのを変えたりとかして、うん、徐々に徐々に、うん、うん、こういろんな人に聞いたりして、であの編集とかもね、昔は編集もせずにそのまま上げてたんで、うん、でこのまましばらく数十秒無言とかね一緒にゆっくり聞こうとかっていうのもあったの、うん、そういうのもだからちょっと自分でちょっと編集してあげるとかっていうことをやり始め、うん、で、あの頻度もね、前は1ヶ月に1回とかしか上げてなかったのを、うん、もっとまめに上げるようになりっていうふうに、徐々に徐々にあのだんだんマシになってた感じそうですね、あの YouTube の場合はその視聴者さんからもコメントをいただく場合もあるし、うん、あと、ま、教室だと、ま、生徒さんからも言われることがあると思うので、うん、私もあの視聴者さんがこれこうした方がいいよとかこうした方がいいよって言って、だんだんこうなんか徐々と変わってきて、うん、そうですね、でも言われて、ああそっかと思って変えてっていう、うんうん、でも私もなんか犬をもっと映してって言われることが多いけど、もう大変だからちょっと、ね、ちょっとね頑張るときはいっぱいあの私するけど、そうそう、ペットはやっぱ難しいですね、うん、こちらの思うようにはなかなかいかないで、その猫 の, あの本を出版したと思うんですけど、その本のきっかけも教えていただきたい。猫の本ではないんですけど英語本なんですけど、ただまあ
あの猫がブームなので、なんかちょっと猫をあの、うん、入れた本にしましょうってことになって、うん、であの、まあ、英語のね発音の本なんですけどね、うん、で企画の段階で私がちょっと冗談で、うん、あの編集の方にあのうち猫がいるんでどうですかね猫をフィーチャーしたものはとかって言ってあそれいいねみたいな話になって、うん、だったら猫のイラストレーターさん探しましょうって言って、うん、でまあそこからトントン拍子に話は進んでって、うん、でタイトルも猫飲んで学べる英語発音の本って猫飲んでの猫はカタカナで猫ねっていう割と猫を前面に押し出した感じの発音の本になったんですよ、うん、それももし気になる方がいたら概要欄クリックしてくださいぜひぜひ本出版されるまで書くのは1年2年3年どのくらい時間かかりましたか？いやそんな1年2年3年もかからないです、うん、っていうかそこまでかけて本を作るってことは、うん、まあ基本日本の出版社はしません。私あの洋書の出版社にいたので、うん、一応出版業界詳しいんですよ洋書の出版社はもう下手すると10年かけるとかってあるんですよ。あの辞書とか、うん、あのそういう英語系 の、 その教材とかって、うん、あのすごい時間かけて作ったりとかするんですけど、うん、あの日本の出版業界はもっと早いんです、うん、サイクルが、うん、なのでもう企画が上がったら半年後とか長くて1年後とかにもうリリースってことになるんで、うん、実質本当に3ヶ月ぐらいでカーッて書く感じです。うん、うんうん、その本も書いて動画も作って英語のレッスンももちろんやってるので、うん、そのバランスをどうやって取れてるんですか？バランス、なんかこう収入生徒さんの数はこのぐらい動画はこのぐらいあでももう動画は週に2回更新って決めてます。うん、うんうん、これ以上はちょっとね苦しいので、うん、週に多くて週2ですね。うん、うん、なのでまあだから月に8本動画を作るっていうのを決めて、うん、でその台本を作ってとか、うんうん、一応チームであのこんな感じのにしましょうよっていうアイデアを出して、で台本作ってで撮影するっていう、うんうん、でその撮影し私は撮影までで、あと編集はもう最近は編集の方に外注で出してます。昔は自分でねやってましたけどもう時間がないので、うん、編集は外注するようになって、うん、でまあそうやってこう まあ、ある程度分量を決めてレッスンはこんだけとか、うん、レッスンももう一人私一人なので、うん、教えられるうん、時間が決まってくるじゃないですか。あ、そうですね。ね、一人しかいないから、うん、うん。だから結局そのこんだけっていうのもそれ以上増やしようがないので、うん、うんうんうん、増やすってことは私の睡眠時間とかが、うん、休暇がなくなっていくことになるんで、うん、もうこれ以上無理だなっていうところまでしかやらないですね。で、今本は教材は作ったりしてるので、うん、本の執筆っていうのはやってないですけど、その教材作成が一番時間かかるかな。そうですね、結局、そこに時間を一番割いてるのかなっていう感じですね。あと生徒さんの数もそうですね。プライベートだと制限があって、次はグループにやるしかない。そうなんですよ。でもなんか何人までにしたらいいレッスンになるかっていうのもあるので、そうなんですよ。だから人数的な部分は限界がありますね。あと先ほどその YouTube の話で一番最初に撮った動画、今の動画、自分にとっていい動画とは何ですか？その後でデータ見てとか、そのもちろんその視聴者の反応もあると思うんですけど、あ、これ良かったっていうのは確実バズる動画ではないと思って、これは良かったとか、ね、どんな風に判断してるんですか？自分で結構これは良かったなって思う動画に限ってあんまり視聴回数が伸びなかったりします。そこが YouTube の難しいというか面白いところで、言い方は悪いんですけど、そんなにすごいエネルギーを入れずに割とさらっと撮ったほとんど台本もなしで、うん、まあ、こんなことをこういうのを言おうかなぐらいにしておいて、でさらって撮った動画に限ってバッて視聴回数が伸びたりして、ですっごい台本頑張って頑張って作っ
って、で撮って、あ、これ結構自分でも力作って思ったのは意外と伸びなかったりとかするので、わかんないもんですね。だから自分にとっていい動画っていうのはやっぱり、まあ、自己満足になっちゃいますけど、やっぱり時間かけて自分のメッセージをちゃんと伝えられたなって思う動画ですね。そこ多分 YouTube の大変なところもあると思うんですけど、その動画を作ったら自分のメッセージが届かなかったら、あるいはその視聴者が動画を見て勘違いすることもあると思うんですけど、なんかこう動画作った後でがっかりしたこともありますか、これは良くなかったとか、なんかこれはなんか次からやっぱり自分のメッセージちょっと変えたいとか、そうですね、なんか結構私はあんまりあのこう楽しいじゃないな、なんていうんですかね、こうすれば簡単にこういうふうにできますよ的なことはあまり言わないので、割と私は結構あのネガティブではないんですけど、本当のことを言っちゃうので、こうやっぱ語学ってそんなに簡単には習得できるもんじゃないんですよね。いや本当そうですよね。1週間で英語勉強できるようになります、1週間で話せるようになりますってなると、あのそれはねみんな申し込むんですよ。そうなんですよ。その一朝一夕ではねなかなかできるようにはならなくて。でやっぱりこう語学がすごく得意な人っていうのと、そうじゃない人っていうのがやっぱりいるので、すごく得意な人にとってはあの割とすぐに行けるかもしれないですけど、そうじゃない人ももちろんいるから、なのでなんかそういうこう割とあの現実を突きつけるような動画を、あの作るとやはりちょっとみんな引いちゃうっていう時があるので、だからそこら辺の兼ね合いは難しいかなって、こうせっかく見てくれてる方がやる気がなくなるような感じになってしまってはいけないので、やる気をこうあのでモチベーションをこう、ね、維持したまま楽しくできるっていうような感じにしないといけないかなっていうのは、時々それは反省しますね。あ、ちょっと言い過ぎたかなっていう。ペース大事ですね、あの、みんなそれぞれのペースがあるので、まあでも動画だとメリットといえばマイペースで見れるからですよね、そうですね、みんなどうですか、この動画を見て英語ちょっと勉強したいと思ったらぜひユミ先生のチャンネルをクリックしてくださいぜひぜひで、あのコメント欄でもあの英語勉強して楽しいエピソードをぜひ書いてきてください。今日はあの最後までご清聴ありがとうございます。またねー。またねー。